皆さんこんにちは、坪井杏奈です。一緒にお届けするのはマイナビ転職編集長の荻田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。今回のテーマがですね、はい、ここを押さえれば OK 転職の基本5箇条です。おまずはこれを押さえておこうというものなんですが、はい、順番に見ていきたいと思います。まずその1、スケジュールを立てよう、はい、まずその全部で転職ってどれくらいの期間かかるのかなっていうのもわからないんですけど、その方がどれだけ迅速に動くかにもよるし、あと受けてる企業様の書類選考とか選考のスピードにもよりますけど、平均的に言うと大体3ヶ月ぐらいはかかるので。おお、スタートから終わりまで3ヶ月。そうですね。それは内訳的には何が何ヶ月みたいな感じになるんですか？まず仕事探しから始まるじゃないですか。もちろんこの段階では退職のこととか言わないですよ、企業さんに言わないんですけど、まず活動して、例えば人材紹介会社行ってっていうのも第一歩だと思うし、ご自身で動かれるっていう方も第一歩だと思いますけど、そこから応募しますよね。で、まあ、調べる期間も一定数は多分必要だと思うので、1日で全部網羅するってちょっと大雑把すぎません、はい、で求人も結構月によって入れ替わりますからね。これ言うの忘れてましたけど、確かに結構月によって変わったりもするんで、はい、まあ、いい求人がなければずっと探す人もいるので、大体それで1ヶ月ぐらいかかるかなという感じですね。で、応募してから当然書類選考があって面接して、大体2回とか面接ってあるので、でそれで向こうの都合もありますよね。企業さんの都合もあるので、で決まりました、で当然退社しますって言わないといけない。これは大体やっぱ引き継ぎから1ヶ月ぐらいかかりますから、短く見ても3ヶ月ぐらいは見といた方がいいのかなっていうふうには思いますけどね。うん、なるほど。選考期間自体は実際1ヶ月ぐらいかもしれないですね、はい、面接しだしてからみたいな。でもその前と後ろがあるんで、まず3ヶ月は、まあ、余裕を持って見てた方がいいですもんね。全然見といた方がいいと思いますね。では基本5箇条の2つ目、はい、まず行動してみよう、はい、これは行動した方がいいことは分かるんですけど、はい、実際何をすれば多分ね、この行動してみようっていうのは、あんまりその初期段階で凝り固めない方がいいんじゃないですかっていうのは思ってるってことですね。やりたい仕事とか、あるいはこれだったら私できるんじゃないかとか、どういう動かがいいのかって、転職活動するときってぼんやりしてるので、皆さん、はい、ほとんどの方がぼんやりしてますから、うん、その段階であんまり相談できる人っていないじゃないですか、うん、転職者って。なのでまずは、まあ、先ほど言いました紹介会社さんで相談するなり、自分でサイトで見るなり、コンテンツとかでいろいろノウハウを見るなり、まあ、情報としてはあるので、うん、そういうのを見て考えるなりしてもいいと思うんですけど、うん、まずは動いてみないと輪郭が見えてこないので、で往々にしてあるんだけど、転職活動しだしてから、自分のやりたいことがこういうことだったのかもしれないって気づいたりとか、まあ、自分が思ってなかったこんなポイントがある会社さんからすごく評価をされたということで、自分自身がちょっとこう大きくなっていくというか、なんかそういうところがあるので、まず動かないことには多分見えないのでっていうのは、まあ、アドバイスとしてはありますね。じゃあ例えばこの今日見てる方、チャンネル見てくださってる方が、はい、このチャンネルが終わった後に、うん、次やるってなったら何すればいいですかね。そうですね、転職をするということを前提で言ってるんですよね、はい、まずはその無理やり転職活動する必要はないし、でもするんであればやっぱりある部分においてはわがままにしといた方がいいと思います。絶対自分が譲れないポイントはどこで、でも全く同じことをしたいと思って転職活動する人って少ないと思うので、この今やってる仕事と A という会社を B という会社に行くだけの転職活動することってほとんどないと思うので、はい、であれば何か変えないといけないじゃないですか。だから自分が変えたくないポイントが、例えば職場の場所であったりとか、勤務地なのか職種なのか人それぞれ違うと思うんだけど、固定したいところと動かしていいところを一回整理してもらいたいなっていうのが一番最初にやってほしいことですね。じゃないと探しようがないですからね。そうですね。次は第5箇条の3つ目ですね、うん、はい、履歴書、職務経歴書は自分を売り込むパンフレット。まあ言ったらそうですね、まずはそれ見られるので、ただ一つ言えるのが、はい、ほとんどの方自信ないんですよ、はい、職務経歴って書きますけど私こんなんで評価されるのかなと思ってるかもしれないですけど、そんなこと全然ないんですよね。だから自信がありました、これを真剣にやってきましたっていうのが、例えば資格とか、うん、例えば社内評価で具体的にこういう賞をもらいましたっていうのがない方も多いと思うんだけど、でも自分が真剣にこれに対しては、人よりも少しでも真剣にこれに対して携わってきて、こういう思いを持ってこの仕事をしてきたんだみたいなことは、やっぱり言った方がいいですよね。うん、
本当にちょっとした話、Excel でもいいです。パワポスキルでもいいですけど、他の人でもこういうとこはちょっと優れてるし、こういうことを気をつけてやってきたんですっていうことは、面接でも多分使えると思うし、職務経歴でも書けることは書いた方がいいと思います。プラスにはなってもマイナスにはならないと思うので。例えばなんですけど、その一度も仕事をした経験があるからこそ、例えば前の仕事で大きなミスをしちゃったとか、そういうなんか正直な、こうあんまりポジティブではないことっていうのって、はい、書いた方がいいのか、それとも隠すとなんかバレちゃったらどうしようとか、もしかしたら、まあ、失敗経験を書く必要はないんですけど、失敗したことでこういう改善があって、こういう反省をして、こういうことをもう自分の武器になりましたと、うん、まあ、失敗をもとに人よりも数倍気をつけて仕事するようになりましたっていうこと、まあ、いわゆるしくじり経験みたいなものをプラスの要素に変えれたんであれば、そのことはアピールしてもいいと思います。最後に前向きに伝わるっていうのは、そうですね、最後に前向きになっていればそれは素晴らしいことだと思うので。では4つ目、面接はキャッチボール。面接はキーになりますよね、そりゃですね、はい、で、まあ、キーですよね、うん、あと、まあ、当然面接官の印象で行きたいか行きたくないか決まるぐらいなんで、お互いそうですってことですよね、はい、転職者の方もそうらしいですよ、面接官の印象が悪かったらこの会社嫌だと思ったりもするのと一緒で、お互いそうなんですけど、絶対聞かれると思います、ね、この会社を志望した理由は何ですかとかっていうことはやっぱりしっかり整理しておくべきだと思うんですけど、ただあんまり綺麗に言いすぎることを大事にしなくてもいいのかなというふうには思いますけどね。僕そのポイントは整理しておいた方がいいかもしれないですね。人間同士の会話ですもんね。そうです、結局は。そうです、そうです。なので、まあ、ちゃんと自分の言葉で言うっていうことは大事だと思いますけど、ネガティブなワードとかそういったことはあるとは思うので、そこはまたレクチャーさせてもらえる時間あった方がいいかもしれないですね、と思いますね、これも。では最後ですね、五箇条の退職は後を濁さずきっぱりと、はい、退職についてですね、飛ぶ鳥後を濁さず理論ですね、はい、うん、だからまあちゃんと1ヶ月前には言うってこと大事ですよね。あ、引き継ぎ、はい、これなんか難しいなって思うんですけど、はい、私3ヶ月引き継ぎって聞いたこともあって。3ヶ月とか、あ、結構長いですね、それは。長いですよね。長いです、長いです。基本は1ヶ月だと思うんですけど、はい、まあ、基本的にどの会社も就業規則ってあると思うので、まずそれをちゃんと確かめておくことが大事かなと思います。はい、何ヶ月前に言ってくださいっていうのが書いてあるってことですか。はいはい、ほとんど1ヶ月が多いと思うんですけど、まあ、それはそこをちゃんと守ってれば何をされても絶対退職はできるので、はい、じゃあ例えばそれが3ヶ月前に言ってくださいとか半年前に言ってくださいって書いてあったら、それを守った方がいいんですか。一応2週間とはなってるので一応大丈夫なんですけど、それこそ後濁しますよね。まあ、ちょっと気まずさ残りますよね、はい、なので基本的には規則をちゃんと見とけばいいですし、はい、世の中的には1ヶ月って言われてることが多いかなというふうに思いますけどね。何をやってるかにもよりますもんね。そうですね、すっごい大プロジェクトですごい責任者任されてて1ヶ月前かみたいなのはちょっといろいろご事情あると思うんですよね。こうさすがに転職します、来月からってわけにはちょっといかなかったので、そうですよね、多分いろいろあると思うんですけど、うん、最近だと例えば SNS とかインターネットで口コミって会社も見れると思うんですけど、はいはいはい、そういうのってやっぱりチェックしておいた方がいいんですかね。まあ、ご覧になれる方はなった方がいいと思いますけど、ただ1点だけ言えるのがやっぱネガな情報が多いすぎるっていうのが一つと、 あと例えば坪井さんが仮に転職するとして、そこの部署セクションのことが書かれているわけではなくて、ある一定のネガな方が会社全体に言ってること、しかも個人の主観だったりする可能性があることがメディアの報道と同じで、それが全てだと思い込んでしまうとあんまりいい方向にはいかないので、 ある程度の、まあ、気持ちの流度で見ないとちょっと間違った捉え方をする可能性はあるかなというふうに思います。見ること自体は全然、そうですね、はい、否定はしないですけど、全てを鵜呑みにするのはちょっとあれなのかなというふうに思うのと、おすすめポイント言っていいですか。はい、求人票とかあるいは面接だけでは実際その社風とか先口コミでっていう話ありましたけど、うん、なんかそういうことってなかなか面接の時に聞きづらかったりしないですか、うん、会社の雰囲気実際どうなんですか、うん、風通しいいですかとか聞きづらい、風通しいいですかとか聞きづらいじゃないですか。服装とかみんなどんな感じ、髪型とかどんな感じなんですかとか。一番いい方法は、うん、職場見学とかさせていただけることは可能ですかっていうのを聞くのが一番綺麗だと思うし、うん、で自分の目で見れるのでパッと見たらなんか感じるものあるじゃないですか、雰囲気とか。そうですね、っていうのは人事の方の印象も全然悪くないし、あ、この人は真剣にね、うちの会社来たいんだしなと思ってくれてるんだっていうアピールポイントにもなるし、見たいじゃないですか実際、やっぱりどっちに行くか行かないか置いといてもね、うんうんうん、っていうのが一番リアルかなと思うし、それはすごくいいと思うので、ぜひぜひ。そうですね、はい、今回お話を伺って、はい、
まあ、みんなそれぞれ事情とかはあるにせよ、やっぱりこういう基本的なことを抑えるだけでもなんかちょっとあの落ち着きました。ほんまですか、はい、ありがとうございました。もっと詳しく知りたいという方はぜひマイナビ転職のサイトもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。マイナビ転職チャンネル、転職に対する本当に役に立つ情報、信頼できる情報を専門サイトの豊富な知見をもとにご紹介していきます。皆さんが安心して次の一歩を踏み出せるような情報をどんどんお届けしていきますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。明日天気になーれ。